こんにちは、ハギです。今回はですね、こちらの商品をね、紹介していきたいなというふうに思います。ショックス、骨伝導インハンドね、まあ有名なショックスなんですけども、新モデルが登場したということで、オープンランプロがね、登場したので、今回ね、商品紹介していきたいなというふうに思います。で、僕ですね、普段、まあトレーニングの前とか、まあトレーニング後、普段も音楽聴くんですけども、実は、骨伝導イヤホンって使ってないんですよね。まあ耳を塞ぐようなタイプを使っているので、ランニング中に使うことってそんなになかったんです。やっぱりこう耳を塞いでしまうので、周りの音が聞こえなくなってしまうので、まあ車の音とかね、聞こえなくなってしまうので、まあ結構危険になったりするので、まあ走る前に聞いて、まあ気持ちをね、高ぶらせてから走ったりとか、まあ普段ね、まあ電車の中とか聞くとか、まあそういう使い方だったんですけども、やっぱね、気になってたんですよ、この骨伝導イヤホン。今ランナーの中ですごい流行ってるんですけども、これ耳を塞がないから外の音がしっかり聞こえるっていうことで、走ってる最中もね、まあ聞こえるってことでね、ランナーの方がね、多く使用してるんで、すごい興味あったんです。で、今日は僕の試着した感じをね、まあお届けしていきたいんですけども、まず一回ね、中身を見てみましょうか。こんな感じ、こんなケースに入ってて、もう一回ね、中を取って充電をしてある状態なので、中身は見てしまったんですが、つけるのはね、初めてね、つけます。こんな感じ、超軽い、なんかシリコンっぽいの素材なんですけども、こんな感じですね。で、まだね、つけてないので、つけた感じもね、わからないんですけども、耳にかけて、こういう感じかな。あ、マジ、これちょっと冗談抜き、今初めてつけるんですけど、あ、超軽い。そしてつけてる感じマジでない。やっぱ骨伝導、耳が開くから開放感がやっぱすごいね。超軽い、あ、ぶれないし、つけてる感じがほんとない。まあこの状態で今ちょっと音楽を流しますね。あ、これはいいね。だって喋ってても自分の声ガンガンこう聞こえるから塞いでる感じがないので、あ、音めちゃくちゃいい。あ、なんかこう骨伝導なので音のね、質とかがどうなのかなと思ったんですが、あ、結構低音が効いてるような感じ。僕がちょっと好きな音楽に相性がいい感じ。あ、なるほど。で、今こう喋ってても自分の音も結構聞こえるし、耳が塞がないっていうのはめちゃくちゃいいね。やっぱ走ってる時に使ってるっていうのが、皆さんが使ってね、理由がよくわかる。ちょっと感動してます。で、ちょっとですね、この商品の細かい紹介したいんですけども、内容とかに関して、まあ、前回のモデルから、まあ、何が変わったのかと、この商品の特徴に関してはね、動画の後編でね、まあ、細かく紹介していきたいんですけども、今回紹介するのは、まあ、僕のね、まあ、音楽と、まあ、ランニングについての、まあ、関係性みたいなところをちょっと紹介したいんですけども、やっぱね、切っても切れない縁だし、ランニングと音楽をうまく組み合わせることでトレーニングのパフォーマンスってめちゃくちゃ上がってくると思うんです。で、さっき伝えたように僕走る前に音楽を聴くことが多いんですけども、なんかポイント練習前とか今日頑張るぞっていう時に、まあ、結構音楽を聴いて集中力を高めたりするランナー多いじゃないですか。で、多分ね、2種類のパターンがあると思うんです。で、よりそのポイント練習とかレース前とかに向かって緊張感をよりこう緊張に高めていくランナーと、もう一つはよりリラックスする方向に持っていくランナーの二極化いると思うんですね。で、これは人それぞれだと思うんですけども、僕はどっちかっていうとより緊張感を高めるタイプなので、走る前とかこう気持ちを高ぶらせるようなアップテンポのちょっとポップのね、テンポの高いような音楽を結構聴いて、どんどんテンションを高めて、まあ、ポイント練習に向かうんですけども、逆に普段のジョギングとかはリラックスするためにちょっとゆったりしたね、静かな音楽を聴いたりするんですけども、逆にさっき言ったようにこう気持ちを高ぶらせるんじゃなく、より緊張しすぎてしまうとこうパフォーマンスが下がってしまうランナーもいるわけですよ。そういったランナーは走る前、レース前とかポイント練習前でリラックスする音楽を聴くことによって気持ちをね、どんどん落ち着かせる、心拍をこう落とす効果もあるので、音楽を使うことによって両方ともね、どんなランナーにも当てはまるので、うまく使うことによって、まあ、レース当日のね、パフォーマンスを上げられるというふうに思いますので、うまくね、走る前とかレース前とか音楽をね、使ってもいいかなというふうに思います。で、僕は今まで耳を塞ぐようなイヤホンをしていたので、ウォーミングアップ中に聞くことができなかったんですよね。なので、ウォーミングアップの前に音楽を聴いてガンガンテンションを上げて、その状態でウォーミングアップをして、
まあ、レース前のウォーミングあと体操の時にもう一回聞いてレースに臨むっていうようなパターンがあったんですけども、この古典道だと耳が開いてるんで周りの音が結構聞こえるわけですよね。なんで危険性がないのでウォーミング中もちょっと聞けるということのメリットがあるので、今からちょっとどんな感じか、走ってる時にブレないのか、走ってる時のね音楽の聞ける感じもねちょっと試していきたいと思いますんで、今からねちょっと走っていきたいと思います。今ちょっとウォーミングアップ中なんですけど、まあブレないね。このゴム製っぽいなシリコンっぽいな素材が耳周りにフィットしてくれてるんでブレることは全然ないかな。そして音楽もいや結構いいね。僕あの耳を塞ぐ今使ってるイヤホンって結構いいやつ使ってるんですけども、全然それに負けないぐらい本当に低音が効いてるような感じがしてテンションが上がる。あーこれはいいね。で周りの音が本当全部聞こえるし、音楽も邪魔しないし周りの音も聞こえるから、いやなんでもっと早く気づかなかったんだろうっていうぐらいこれはいい。ランナーとの相性はやっぱいいね。やっぱどうしても、まあ、今日はね競技場で走ってるんですけど、まあ、普段走ってる時ロードとかね走ると車の音とか気づかないとか、なんか後ろから自転車来るの気づかないで、あーっていう危険な場面ってあると思うんですよね。なんでそれを防げるので車の音も聞こえるし自転車の音も聞こえるんで、音の音楽の質も良くて周りの音も聞こえて、マジつけてる感じないんだよな。ほんと感覚が全然ぶれないし軽さもあるしいいね。これでやっぱウォーミングアップ中も使えるのでよりね練習の強度も上がりそうだし、パフォーマンスが上がりそうな感じがしてちょっと良さそう。ということで実際の着用レビューはね見ていただいた通りなんですけども、ここからはこの商品の具体的な内容ね、まあ、紹介していきたいなというふうに思います。で今回紹介するのはショックスの最新モデルオープンランプロというモデルになります。まあ、前作と比べて何がアップグレードをされたのか、まあ、紹介していきたいんですけども、まあ、カラー展開としては4色展開になっております。で僕が着用したのがブルーですね。まあ、薄い青水色に近いようなカラーリングなんですけども、これ以外にブラック、ベージュ、ピンク、そしてこのブルーのね、まあ、4色展開になってますんで、好みのね、カラーを選んでいただけたなというふうに思います。で、僕は実際に使ってみて良かったなというふうに思ったのが、まず音ですね。音がめちゃくちゃいいです。まあ、骨伝導イヤホンなので、まあ、スポーツシーンとの相性がいい、まあ、使い勝手がいいってところがメインなんですけども、やっぱり、イヤホンですから、いい曲をいい音で聞きたいって思ってる方が多いわけじゃないですか。で前作と比べると低音が相当強化されたということなので、まあ実際聞いてみるとなんかこう深みのあるような低音が実現されたというような感じになるので、まあ使い勝手の良さだけじゃなく、まあ音にもこだわりたいランナーにはね、まあ相性のいいアイテムなんじゃないかなというふうに思います。で僕ね骨伝導イヤホンって今回初めて使ったんですけども、これランナーはやっぱりねオープンイヤー耳が開いてるってね、これねマストだなというふうに思います。で僕普段イヤホンってこう耳を塞ぐようなねイヤホンを使ってます。走ってる時には使わないんですけども、まあ通勤の時とか電車の時とか家でね聞く時はこう耳を塞ぐようなイヤホンなんですけども、あれって周りの音って全く聞こえないんですよ。ほんと音楽をだけ聞くっていう感じなので、あれをつけて走るってことはやっぱ本当できない。こう車とか自転車の音が聞こえないので本当危険になってしまいますんで、ただランナーの方って音楽を聴きながら走りたいって方やっぱ多いわけですね。そんな方にもこの骨伝導イヤホンオープンイヤーのね時代にはマストだなというふうに思います。音楽もしっかり聞こえるんですけども、周りの音もしっかり聞こえるんですよ。まあ車の音も聞こえるし自転車の音で、実際に僕も走りながら聞いたんですけども、後ろから走ってくる足音、ランナーの足音も聞こえるので本当に安全性が確保できる。むしろランナーで普段街中とか音楽を聴きながら走りたいっていう方は絶対ね耳を開いてるイヤホンにするべきだなというふうに思ったので、まあこのね
こだわってる方もね、いいかなと思います。いい音で聞けますし、まあ、オープンイヤーになってるんで、まあ、安全性をね、まあ、保てるというところになります。で、音楽のね、再生時間もほんと長くて、10時間再生できるんですよ。まあ、どんなロングランでも対応できるかな。100キロマラソンでも10時間あれば対応できるぐらい、まあ、長持ちするのと、一番いいのが、クイックチャージ、急速充電。いざ、こう、走りに行こうと思って、あ、音楽聴く、音楽聴こうと思って、まあ、これを着用するじゃないですか。でも、充電切れの時ってあったりしますよね。だけど、5分間充電するだけで、90分間 1.5 時間持つんですって。なんで、5分ぐらいなら待てるじゃないですか。トイレ行ったりすれば5分経ったりするので、その間に充電するだけで、1.5 時間、まあ、90分間再生できるので、まあ、十分かなっていうところもね、まあ、魅力の一つかなと思います。で、もちろんね、防水機能もついてるので、まあ、使ったままね、汗をかいたりするので、ついた汗も水でバーって洗い流してもね、まあ問題ないということで、まあスポーツ紙にね、まあ特化している内容かなというふうに思います。で、現在ですね、ショックスがサマーセールをやっているので、まあ細かくね、概要欄に貼っておきますが、まあ16日から22日までサマーセールやってますんで、まあ興味ある方ね、ちょっと覗いてみてほしいなというふうに思います。まあ僕はね、試した感じ、初めて高全導入本を使いましたけども、やっぱランナー、普段ね、走りながら音楽を聴きたいっていう方は、このオープンイヤーになっている、まあイヤホンね、マストだというふうに思いますんで、なんかね、悩んでる方はね、まあ一つの選択としてね選んでもらえたらなと思いますので、まあ興味ある方はねぜひ購入してみてほしいなと思います。オンライン授業版ランニングの学校、リアルイベントで開催されているランニングの学校のレッスン内容をお届け。毎月4本程度の動画をレッスンのポイントなどをまとめて配信。オンラインでランニングの基礎を学べます。詳しい内容は概要欄から。ランニングの学校。